こんにちは、仲間でたっぷりちはやです。100人マリオチャレンジパート149やってまいりましょう。149、残り12コースクリアできるかな。もしできれば150コース生放送にしたいなと思ったんだけど、パート150を生放送にしたいなと思ったんだけど、ちょっときついかな時間的に。どうだろう、せっかくなんでかぶっていきましょう。クッパもいますね。いやークッパさん、こんちゃーす。せっかくなんで倒してあげましょうね。あ、でも結構きつい。結構きついかも。うっ、危ねえ。イカ。あ、しまった。オッケー。まだ奥にもいるのか。あ、かっこいい。半端ねえ。うわ、なんかクッパだらけじゃねえか。あ、やらかしたー。あ、やらかしたー。さすがにこれ倒してらんねえな。死ぬな。あ、やべえ。え、詰まった。あぶねえ。あ、やばい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 。お疲れ様でーす。ステージ6参りましょう。さあ、クリボーパレードだそうです。踏まれる運命なんだな、かわいそうに。あー、つながっていかなかった。つなげていきましょう。あー、届かない。届く、いけー。あー、なかった。そうそう、飽きてきましたね。ごめんね、クリボー。お、くらった。それなるなーって思ってた。そのうちなるなと思ってたよ。厄介厄介、お前だ。とても厄介です。オッケー、よし。いいっすねー。オッケー。こっから厄介だな、また。オッケー、お疲れ。かわいそうに、生まれてもただ踏まれるだけの人生なんて。ステージ7いきましょう。ん？スペイン語かな？ラスヌーベス。うおー、危ねえ、食らったと思ったぞ。はなちゃーん、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 はなちゃん、ひー。かわせなかった。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。クッパか。うわぁ。どうしよう。よいしょ。あ、ダメだ。クッパはそうだ。スピンはダメなんだったな。あぶねえ。オッケー。よいしょ。うわ、食らった。あー、でもなんか、ハンマーブロスのおかげで命が救われた。オッケー。ステージ8、参りましょう。2K、あれだ、いいね、いいね、2000だね。ピースイッチプラクティス。むずそう。持ってけないんだよね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。OK。そういうことか。順番に P に入っていきなさいよってことなんですね。でもめちゃめちゃ難しいってことなんですね。OK。今度はツタを伝っていく。急げ。あぶねえ、ギリギリセーフ。あ、 BGM 変わってたぞ今。これは今度は踏んでいけスタイルだな。うわ、難しい。 OK。 ん、これゴールか。あ、違え、ツタだ。あ、嘘、戻って。そのままでいいんだ。オッケー、これで中か。あー、多分上に何かあったな、隠し要素が多分。
ああ、そうか。これは下に落ちても大丈夫そうですよね。うん。あぶねえ、ギリギリ間に合った。これは？抜けていかなきゃいけないよ。はい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 。難しい、想像以上に。想像以上に難しいですよ、これ。OK。え？そっか、いけるのか、このスピードがあれば。こんな感じで。うわ、これでも難しそう。ほっ。はっ。うん、全然いけたわ。さっきのやつのがよっぽど難しかった。あ、うわ。別にいいのかよ。乗ってて大丈夫なんだ。ここはジャンプしないとダメ。これも。OK。ここ？ここ？オッケー。また中間。はい。ツー、ジャンプ。はい。ジャンプ、ジャンプ。ミスター。でも結構俺。これは？ P。ここから P が出るか。出ねえか。乗って？はあはあ。あはは。ゴールテープ一番上できず。ステージ9参りましょう。これはパート150は生放送無理だな。でもどっかでまたマリオメーカーのやりたいな。まあ関係なしにやるか。パート150とか。でもせっかくだったらやりてえよな。じゃあここで実況ストップして、あーでもなー、どうしようかな、どうするかな俺。どうしてるかな、未来の俺はどうしてるかな。乗ってピャーン。おー、よかった。なんもねえ、なんもねえぞ。気になるぞ逆に。なんかあったー。オッケー。もうレベル1って書いてありましたね。じゃあまあレベル1だったら、あーなんかした。はい、隠しでーす。投稿者用隠しやつ久々。でもこれはもう投稿者隠しっていうか、もうこれ兄貴なんだろうな多分な。ステージ11参りましょう。アイスストレッキー。お、また全く同じやつ、さっきコースであったな。最初のオープニングからそのまま作ったやつですね、これはね。そっから少し変えてるか。にしてもすごいね、100人マリオチャレンジで2回1パートに2回こういうことが起きるなんてなかなかないと思うんでね。ほっほっ、うん、オッケー、お疲れー。ステージ12参りましょう。マリオカート、お、マリオメーカーでカートやらせてもらえるのか。こっちの方がいいな。登ってって、下って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 、レースをさせてくれるあれではないのかな。おっ、
あ、これ、あ、いけるか。あ、いけねえや。これ出るよね。あぶねえ。あ、食らっちまった。速攻取られた。そういうわけじゃないんだな。さあ、2ラップですね。じゃあ、ラップ2はこっちで行きましょうか。変な音する。また中間？終了？ラップ3、最終ラップだ。挟まれて死ぬよこれ。あ、いけた。あぶねえ。マリオカートかっこ垂直に登るスタイル。ステージ13に参りましょう。バネバネ03、東京03的な。ほっ、あーっぶねえ、今死んだと思った。あ、いや、チャギーン。ほっ、ほっ、まんじ。あ、雲か、焦った。待って、危ねえ。ゴール、あ、ゴールだ、ほんとだ。イエーイ。 Run for your life。まあスピランではなさそうだけど、急げってことかな。はい、じゃあこっちだ。じゃあここか。あ、ここか。あれ、ん、隠しじゃない。あ、いけた。8秒じゃきつくね。クッパいるんでしょ。ひー、一回助走取ってこうか。違うのか。かなりシビアだぞこれ。ほっ、オッケー、ゴー、押せ、オッケー。パウ必要か。これ取って入って、スター取って、11秒、いけるいける、イエーイ。パウがねえんだが、大丈夫だったー。あぶねー。ステージ15参りましょう。発電自動、ついに来た。最初は亀地獄。当たんねさあラストコースですね。ウェンディーキャッスルオフキーズ。ウェンディーってあれだよね、あの昔のマリオに出てきたあのキャラクターだよね。何かがあるわけじゃないのか。行きましょう。シャシャ、うん、鍵か。鍵を見つけてこなきゃいけないんだね。すげえな。お城の次はお化け屋敷か。ひっ、あぶねえ、また同じことするとこだった。じゃあ右。ヒー。オッケー。ここでまた、ファイヤーを補充して、中間。さすがに突っ込みすぎ。これ右に繋がるかな？オッケー。カーロン踏んで、カーロン踏んで、カーロン踏んで、走る。ここをスルー。当たる。突っ込む。なんと最後。あぶねえ、今結構ギリだったぞ。え、おでっていうか、でも届かなくね。持ってた。じゃあこっちは
中間だ。正解は左だったんだ。孔明ありそう。ないか。ほっ。うん。お、やった。クラウン&フライヤー。いただいたな、これは。勝ち申した。せっかくだから、ちゃんと煽って。そんな。楽しませてくださいよ。下から煽ってやろうと思ったのに、こうやって。そんな。顔でかポン。お疲れ様でした。最後駆け足で抜けたけど、また面白いコースに巡り合いましたね。これが100人マリオチャレンジのいいとこだよな。個人的に一番はやっぱ最後かな。すげえ難しかったけど。いや、いっぱい死んだからかな。はい、ということで終了です。今回はマルス。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。すげえすげえ、マシンみたいになってる。おお、これはすげえわ。